サンゴを剥がしたライブロックになります。こちらファーストシーズンの方で使ってたライブロックなんですけども、全然まだ状態が3ヶ月しか使ってなかったので、使える状態なのでこちらは使っていこうと思うんだけど、次のセカンドシーズンは規格がまだ大きい水槽になってしまうので、こちらをそのまま置いてしまうと大きさが全然アンバランスになってしまうと思うの。なので今回はこちらのリーフセメントを使ってデザイン的にライブロックを作ってみようと思うんだよね。一応こんな感じで先ほどのライブロックの仮組みが終わったので、次は実際にセメントで固めていきたいと思います。リーフセメントについて説明するね。こんな感じの粉になってます。で、何に入れて作ってんのってなると思うんですけども、紙コップを使ってやってます。で、量はどれくらい作ればいいのかなってなると思うんですよね。で、結構お水を入れてから硬化するまでがめちゃめちゃ早いので、作業するのもできれば2人でやった方がいいかもしれないですね。効率を考えたり、硬化のスピードに合わせて塗っていくのには2人の方がいいと思います。あとは、じゃあどれくらいの量なのって言った時に、1回2回塗る程度、それくらいの量を作った方が無駄にはならないですね。やっぱり多く作りすぎて塗ってる間に作ったものが硬化してしまって使えなくなってしまうので、まずは少しずつじっくりやった方がいいと思います。なのでこれからやっていきますね。こんな感じですね。ちょっと硬かったらちょっと塗ってみたり、柔らかすぎたらまた粉を足してみたりって感じで、すくって落ちないけど、次はここめがけてセメントを落とします。これさっきのやつがひょっこり出てきてる。硬い、もう硬い。ものの何分、3分で固まっちゃうんですよね。
めちゃめちゃ早いですよ、3分って。ではちょっと今セメントを練ってもらってますので、もうちょっと待ってください。なんとかリーフセメントを使って複雑なライブロックがデザインできました。結構四苦八苦したんですけども、納得のいく形に仕上がった感じかな。こちらの方はちょっとセメントが見えてる部分に関してはサンゴの方で隠して配置をしていこうかなと思うんですけど、サンゴの方はファーストシーズンの水槽の中にいた子たちを基本こちらのデザインしたライブロックの方につけていこうかなと思います。なので結構こんな複雑な形なライブロックって見つけるので大変だと思うので、リーフセメントで自分でデザインしていくのもすごくいいと思いますよ。試してみてはどうですか？次回の動画は今回作成をしたライブロック、デザインライブロックの方にファーストシーズンの水槽から取り出したサンゴたちを接着していく動画をお送りしようと思っております。もしよかったら高評価、もしくは僕の大好きなアサリをお願いします。じゃあねー。